あれ書いてへんわ、テロップ。公演ありがとう。公演お疲れ様、ありがとうございます。昼公演見たけど目が行きました。ほんまに？マジ？そう、これからねミュージカルで公演に出れなくなっちゃうので噛み締めてきました今日は公演ね。メイクいつもと、あ、リップがねちょっと違うかも。ちょっぴっとちょっぴっと人魚のバカンスやばい人魚のバカンス最近ずっとね臭いものだらけばっかやったんでね、なんか久しぶりでした人魚のバカンス。この間もか、初めての子に行ったけど、わー、ありがとうございます、来てくれて楽しかったかな。おはようございます。そうよね、社会ではさ初めて会った人におはようございますって言うもんね、挨拶とかそう、今日ね久しぶりに研究生の時の固定部屋みたいなのをしたんですよ、お昼公演。なんか懐かしかったなんか、うん、懐かしかった。ストレートもたまにはいいなって思いました。私なんか巻く方が好きなんですけどね、髪の毛をくるくるにする方が好きなんですけど、たまにはストレートもいいなって思いました。こうやったったんですけど巻いていないの寂しい。あら、ま、あ、11からのやつか。そっか、11はれいこさんとか違うチームから B2 からもね、またいてきて くださるので、また新しい N 公演になりそうですね。初めてまいちゃんに劇場行きます、ありがとうございます、来てくれて。この間公演で初めて見て、ほんまに？ほんまに？違いの分かる男の鈴木、わー、そう、いいよいいよ、気づいて気づいて、もっともっといいよね、もしネイル、まあ、ネイルしてへんけどさ、ネイルしたの変えてくれたり、かじゃあか変えるじゃない気づいてくれたりしょ、嬉しいよね、女の子はそういうの嬉しいかも。そういうミュージカルまであと6日です、皆さん、やば、あっという間やん。今日は臭くなかったですよこんばんは。やばい、口内炎がね痛い。そう、シンシンに、そう、シンシンさんの、シンシンさんママらしい最近ねシンシンさんとすごい仲いいというか、いっぱい喋ります。ゴールデンのウィーク中気づきました？ゴールデンの、私鍵穴でねゴールデンのウィーク中って言ってたんです。ゴールデンなんでね、ストレートよかった、こんばんは。やばい、お腹空いたお腹だったらごめんなさい。ダンス未経験ですよ、結構未経験、結構未経験です。こんばんは。そう、ナングラ、関西人にアンケート、ゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと23位です。やらなさそうなことでしょ、やらなさそうなこと23位、微妙で、関西人にアンケートってことは関西系の何かがいいんです。やばい、分析し始めてる
そう、関西人にアンケートってわざわざ書いてもらってるから、関西にまつわる何かがいいんですよね。れいこさんとはね、なかなか会えへんからね。写真ちょうど仕事終わりにお仕事できるじゃん。そっちのお仕事ね。あ、お腹鳴った、グゴってなった。お、初日皆さん、ほんまにまだチケット買えるかな。まだ多分一般のチケットならいける気が、ちょっとあれないけど、いやほんまにね、ミュージカルも楽しめるし、新喜劇も楽しめるし、 NMB も楽しめるっていう、ほんまになんか盛りだくさんなミュージカルです。やばい、ここら辺とここら辺に2つぐらい校内にできてます。今母の日はお母さんにね、この間ご飯っていうかお出かけに行ったので、ご飯をおごりました。お、ゆうかくもありがとう。やばいやばい、コメントが。そう、未経験言うてもね、もうあと、もうちょっと2年ぐらい経ちますから。阪神おもろいのないかな。今回スタバのチケットなんですよ。23位ってことはやりそうでやらんってことでしょ。うわ、むずむずいやつやで、ランキング系は。関西人にアンケート、でもさ、関東なんていう、その関西人だけに伝わるんじゃなくて、関西人の身内ネタみたいになりすぎたらさ、いや、めっちゃ分析してもやばい。そう、関西人の身内ネタすぎたらね、あれやから、関西のなんか有名なやつ、なんやろ、551とか551系たこ焼きとか。お、初鎌倉美味しかった。関西といえば、関西、ユニバ、あ、ファニーで帰るのか、大阪環状線。確かに、私環状線一周してみたい。なんかあれ、東京バージョンってなんて言いますっけ、環状線のあの電車があれするやつ、山手線やっけ、みたいな感じでさ、そう、関東でいう山手線が、関西でいう大阪環状線なんですけど、あれしたいな、一周してみたい、一回暇な時、時間つぶしというか。バイク。
よい膝叩いて思った。そう、お見送りがあるんですよ、ミュージカルは。それからね、その私のお見送りの日を狙って来てくださっても嬉しいですよ嬉しいですよ。今かりんちゃんがショールームでまいちゃんとこに来た。マジそう、前ね、あのいつだっけこれ、あのそうかりんさんとねご飯行きましょうって言ってて、一回かりんさんがあのどうって言ってくださった日があったんですけど、まあ、その時そうちょっとあの違う予定があってね、間に合ったんよ。通天閣登ってビリケンの足、あーやらなさそう。改めて通天閣とか行かないですもん私は。ゴールデンウィーク、じゃゴールデンウィーク中ですからね。ゴールデンウィークってことは家族とかなんか親戚集まったりとかそういう。お腹すいたね。あ、通天閣のあれ見ました？見ましたじゃない滑り台がね最近できたらしくて、通天閣に。そう、あんちゃんがめっちゃ乗りたい言ってた乗りたいらしいよ、あんちゃん。環状線あるよね、大阪城ホールは環状線あるよね、大阪城公園駅みたいな本場目来た？さっき送った、あ、さっき送ったばっかやんだけど、もう来たんや。こんばんは。大阪といえば通天閣、難波とか私もんじゃ焼き食べたことないかもしれん、もしかしたらあんのかな。もんじゃ焼き食べてみたいんです。でも美味しそうやな、あれ。託しました、ありがとうございます。たこ焼き系やと、たこ焼きな、たこ焼き何入ってたっけ、たこ抜き、たこパ。お、もちょさん、くまありがとうございます。グリコ誰か言うてはったよね、カリンさんやっけ、何グラ。まあちょっとスタバな景品、スタバなもんで練りに練ってまたツイートしますね。ありがとうございます皆さん感情繊維な。こんばんまいち、ちょっ、まあ、ちょうど連絡が来ました、マイチのショールームを見てるって痒いんやけど手。こんばんは多分私ね、ブラックコーヒー飲めないんです。まだ飲まれへんけど、コーヒー、え、コーヒーとさブラックコーヒーってな、コーヒーってなんなんそういうカフェラテとかラテ系とかカプチーノとかそういうの含めてコーヒーなんかな、なんかコーヒーのあれが分からへん。
範囲みたいなブラックはね飲めないです。まだだからあんま飲んだことないかも。あ、じゃあちょっとお腹すいたのでショールーム終わりたいと思いますお腹すいたからおまコーヒー好きの、そう、一番困るのがコーヒー飲めるってなんか誰かに聞かれた時とかに、などれがコーヒーみたいなカフェラテとかコーヒー牛乳とかね、例えばとかは飲める。でもブラックは飲めへんってなった時に、それはコーヒー飲めるになるのかならないのかっていう、あの会議を自分の中で行ってました、いつも。砂糖入れたら飲めないけど、ブラックはね、ブラック飲めたらもう完全なる大人ですよね。でももう今年二十歳になるので、なんか飲めたらな。じゃあランキング読んでいきますね。13位の原慎之助のすけさん、ありがとうございます。12位まさるさん、骨折ファン、なんや、骨折ファンサかな、骨折ファンまでしか出てへんわ。ありがとうマサルさん、足気をつけて骨折。そして11位、修造さん、ありがとうございます。そして10位、カワンチュさん、ありがとうございます。そして9位、ルナポヨ、ありがとうございます。まあいいしか。そして8位、清文さん、ありがとうございます。そして7位、シロちゃん、ありがとうございます。そして6位、高政さん、ありがとうございます。そして5位、ムーチョさん、ありがとうございます。そして4位、ゆうか、ありがとうございます。そして3位、みゆう、和田みゆうじゃなくてみゆうありがとうございます。3位、そして2位、しゅうさん、マイティー推し、やった、ありがとうございます。2位、私のちっちゃい時のピースこれでした。これができんくてなんかこれやったらしいで1位、けいこ、ありがとう。1位、すごい、アイコンハーサさんね、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。1位、3、ありがとうございました。ラングラーまた練りに練って皆さんの参考にしますね。スタバね、スタバ、私ね、スタバのギフトとかめっちゃ嬉しいんですよ。スタバのギフトカード何気にめちゃめちゃ嬉しいかもね。便利よなあれ。あ、もう終わりますよ。ありがとうございました皆さん。またあ、そうや、もう公演はね、ミュージカル公演じゃなくて、そう、ミュージカル終わるまではしばらく公演はあれかもしれないんですけど、皆さんぜひミュージカルお楽しみにしてください。ありがとうございました。バイバイ。